んにちは、写真家の岩橋博道です。私は山を中心に風景写真を撮影しています。伊予学園では風景撮影基礎講座を担当しています。今回は北アルプスの四季を撮ろう、山々の風景写真ということで、私が北アルプスで撮影した写真をエピソードを交えながら紹介していきたいと思います。それでは10分レッスンスタートです。これは浦島つつじの紅葉です。森林限界を越えた稜線には大きな木の紅葉はありません。その代わり浦島つつじやチングルマといった地を張って伸びていく植物の紅葉を見ることができます。しかしこれらの植物の葉っぱはとても小さく、あまり目立ちません。この写真では葉っぱに太陽の光を透かしてみることで紅葉の赤を強調しています。太陽を正面に見る逆光を透過光にして生かすことで葉っぱを光らせたり、余計な部分を黒く潰したりすることができます。光と影というのは被写体としてとても魅力的なものです。高山では雲が近いので雲間からの光が切れ味の良いスポットライトとなって地表を照らすことがあります。光が当たっている部分に露出を合わせることで、光が当たっていない部分は暗く落ちていきます。こういう場面では露出を決めるのが難しいです。私はマニュアル露出で光が当たっている部分の明るさを測って露出を決めています。プログラムモードで撮る場合はマイナス1、マイナス2といった数値にとらわれすぎてはいけません。どんな色で撮りたいのか、明るさにしたいのか、イメージをしっかり持ってそれを優先させて露出補正の値を決めていきましょう。この写真は吹雪の朝、稜線より少し下の方だけ突然雲が切れて金色に染まり出した時のものです。尾根を見下ろす角度から撮っているのですが、太陽がまだ低い位置にあるので山ひだの影が深く刻まれています。そして光っている輪郭が画面にバランスよく広がるように気をつけて撮影しています。早朝に出発した登山者が木にかぶらない位置に来た時にシャッターを押しています。背景にちょうど雲が湧き上がり、登山者を強調してくれました。この写真は表銀座縦走路の残雪模様を撮影したものです。春とはいえ 2000m 以上の高山ではまだまだ雪が多いです。その雪が徐々に溶けていき、残雪模様を描いていきます。曇り空で撮影することでコントラストが低くなり、影に邪魔されることなくしましまの模様を強調することができました。あとは登山者が登ってきたので、ちょうど良い位置に収まるようにタイミングを見計らってシャッターを押しています。冬山は登るのは大変ですが、被写体としてはとても魅力的です。夏の間、黒くゴツゴツした岩だらけの山々は雪の真っ白なベールに覆われて、なだらかで優しい雰囲気になります。霧氷がついて真っ白になった木々もまるでガラス細工のようです。この写真は枝先の背景を青空にすることで霧氷を強調しています。尾根状の限られたスペースで撮影しているため、ズームレンズを使って画面いっぱいに枝先を広げながら槍ヶ岳を強調するように調整しています。
この花は白山一華という高山植物なんですが、大きさはこのくらい、バレーボールより少し小さいぐらいでしょうか。それにカメラを近づけていって画面に大きく取り込んでいます。ここで広角レンズを使うことで背景も広く写すことができています。このように広角レンズで摂写するということで、小さなものを大きく強調しながら背景も広々写すということができます。高山植物は小さなものが多いので、こういう広い風景を撮るときには広角レンズを使うのがおすすめです。さまざまな自然現象を身近に見ることができるのも山の魅力です。この写真は明け方まで小雨が降り続いていた時のものです。突然光が差し込んだかと思うと、槍穂高の上空に虹が現れました。山や雲も赤く染まってとても美しかったです。夢中で撮り続けたのを覚えています。山の天候は突然変わるのですが、その変わり目には面白い現象が起きやすいです。雨だからといって油断できません。雪をかぶって真っ白になっている冬の山々は朝焼けに照らされて真っ赤に染まることがあります。自分の足元から体すべて真っ赤になり、とても幻想的です。この時朝日の当たらない影の部分は青色になっています。ホワイトバランスを変えて赤を強調しようとすると、日陰の青い部分も赤みを帯びるので、とても不自然になってしまいます。屋外ではホワイトバランスを太陽光に固定し、赤は赤、青は青色のまま撮影するようにしましょう。この写真は上高地で撮影したものです。まだ雪が残っている山々から雪解けの水が勢いよく流れてくるのを表現しようとして、カメラを水面のギリギリまで持って行ってスローシャッターを使って撮影しています。スローシャッターを使うことで白い波が尾を引いている感じが出てきました。また影になっている山を背景にすることで柳の新緑が輝いて見えるようになっているのもポイントです。今回は北アルプスの四季ということで山の風景写真を紹介してきました。私が山の撮影で心がけているのは組み合わせるということです。山と花、木、雲といった被写体の組み合わせ、光と影や残雪が描く模様の組み合わせ、面白い組み合わせを見つけると、いつもの山の景色が少し違って見えてくるはずです。自分だけの発見をぜひカメラに収めてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。写真家の岩橋弘道でした。